あー、ディメがランク6になりました。貯める勢が今枝にないんだよね。そっか、ディメスピンが150も使っちゃうんだね。ニクトンもランクアップ。後ろのサポート効果があれかな、強くなってるかな。ヒパクロさんなんか覚えねえかな。母さん、母さんのまじない、これ回復か。選んだ仲間の効果を全て消すか。でもこれプラスの能力も消しちゃうんじゃないかな。うん、母さんのこれどっちかというとこっち骨集めてランク上げたよね、まずね。ひえ、負けたこっつ。骨場の恐ろしさにちっとも参ってないこっつ。お前たち 俺たちに勝ったかっていい気になるなこっつよ。ドクロ様の強さはこんなもんじゃないこっつ。さらにドクロ様に骨骨三冠部がついてるこっつ。お前たちなんてあの方たちの強さの前に手も足も出ないこっつ。いい気味こっつ。やれやれ、負けたにああも強気になれるものなのか。ある意味すごいね、骨骨なんて。おーい、二人とも大丈夫か。それで骨骨団はいたのか。いたけど逃げていったよ。一本道だから出会ってそうだけどね。あらさ、いたくなかったら俺がこってんぱんてんのん、こってんぱんのギッタンギタンにしちゃったのに。リサロくん、骨骨団の骨メンバーは正直来てよかった。よかったね、君が来てくれて助かった。一応お礼を言う。ラプターが結構あれだね、好感度上がり始めたね。ラプターが素直にお礼を言うなんてどうかしたのか。僕がお礼を言うのがそんなにおかしいか。そんなに怒るなよ。親密度上がってきましたね。意外とちょろいのかもしれません。あ、父さん何のご用ですか。ラプターの父さんのことはホリホリカンパニーのプレジデントじゃないか。ホッター Z の性能テストですか。残念ながら商品化は難しいと思います。問題点だらけでとても改良しきれないでしょう。ただ災害時のお助けロボとしては大いに活躍できる可能性があります。ああ、なるほどね。はい、わかりました。必ず優勝します。それではラプター、どういうことだ。改良すれば商品化できるって前は言ってたじゃないか。あれって嘘だったのか。嘘じゃないよ、改良すれば商品化可能だったけど、なんだか売れないような気がしたんだ。掘ることも大好きだっていうホリダーたちにはね。お、わかってるじゃないか。それじゃあミサロ、一応頭蓋タウンに戻ろうぜ。その後はまたバリバリ掘ろうな。ちょっと戦力考えないといけないかもしれないですね。面白い二人だな。お、マンモスビジョンが降りてるぞ。まさかまたドクロンってことはないよな。まあさすがにもうジョーでしょ。これがマンモスビジョンだって、マンモスぐらい大きいビジョンってことだろうね。ラジコンかなんかで操作してるのかな。手前の日傘を差しているお姉さん、ちょっと日傘取ってみませんか。そうですね、グランプリにエントリーしている堀田の皆さんすでに知ってると思うが、骨骨団という集団が我々にとんでもない勇気を叩きつけてきた。カルコツグランプリを中止して化石パークが出ていくというのだ。しかしこのカルコツグランプリは私の夢でもあり、たくさんの堀田たちの夢だ。あの連中の推しに負けて中止するなんて耐えられない。そうだろう。グランプリはこのまま続行する。アウトドアジョーの名にかけて約束しよう。インドアジョーもいるかな。いいぞアウトドアジョー。そうだそうだ、イエーイ。あ、3回戦のお知らせかな。カルコッツグランプリ第3回戦を始めます。ネリンさん、誰、準備を整え頭蓋化石雨へお越しください。次も頼んだぜ。俺先に化石雨に行ってるからな。しっかり準備しが来るんだぜ。おう、どうしよう。とりあえず挑んで負けたらちょっとメンバー変えようかな。もう結構もうね、負け始めてきたから相手のパーティー次第だよね。ネリンさん、女の方だったらいいな。はい、あ、なんかコマリーノさんみたいな人がいる。あ、さっきの日傘のお姉さんですか。お姉さん、ほうねんねんねんね。あれ、父はのなんだかドクロを見てから口癖になっちゃって。幹部の一人ですかね、もしかして。気のせいかな。幹部っぽい気がするな。女の子の幹部いたんだよな、確か。うーわ、
こいい。かっこいい青。鼻。かっこいい。成長が早いんだって。とりあえず、まあ、水木家からトリケラを主体に頑張っていく感じかな。中距離、遠距離。大型、小型、中型、中型。あ、そういうあれもあったのか。小型はやっぱ速くて、大型は全体的に能力高めなのかな。攻撃が得意。サポート効果で攻撃のなんちゃらかんちゃらかんちゃらうんちゃらかんちゃらですね。まあ、とりあえずこれでいきましょう。そうか、中距離型しかいないのか、うちはね。あ、かわいい。すげえかわいい。下がってるけど、まあ、とりあえずトリケラ走ってゴーン。せいや。うん、いいダメージで、ディメファングでとりあえずアルバート削るか。防御やばい。あ、ズンガリさんやっぱやばいか。やばいやつを攻撃しとこう。いいや。おお、すげえ食らうな。ラストパワー。ラストパワーってあれか、HP ギリギリになると強くなるとかそういう感じか。想像以上に削りすぎちゃったかな。ズンビーム、なんだあれ、怒りマークマークみたいな。28キャー。よしよし、132入るのよね。待って、とりあえずトリケラ走ってガンでアルバート攻撃。えや、うん、いいね。あー、ちょっとディメイで倒せるか。今何くらったっけ、見ときゃよかった。後ろちょっと HP 少なめだからいいよね。よいしょ。オートカウンター。よし、 OK。 ズンビーム。うわ、強っ。びっくりした。ラストパワーやべえな。ディメテオ全体攻撃で一気に消せるかな。でも40だからな、威力低いんですよね。でも使っていくか。いけー、ディメテオ。こういう時ぐらいしか使うあれはなさそうだ。後ろ2体倒してくれると助かるかな。オッケー、オッケー。で、もうここはトリケラの走ってガーンでしょう。属性を一つにね、揃えてくれてるとやりやすくていいよね。オッケー、勝った。やったぜ。お、10いいね。ランクは上がんなかった。ランクてかレベルが上がんなかったね。つらい。さすがだぜ。ヒュー、なかなかいけずバトルだったぜ。あ、テリーさんか。さっきのなんか関係なかったのかな。じゃあ3回戦突破おめでとう。そしてこれが3回戦突破の商品だ。謎の巨大化石は何だそれ。こいつは巨大化石はなんと5つの化石の4つのパス。なるほど。でかくて削るのが大変だから、みんなでん、やつりも頑張れよ。4人で1人じゃできないかな。化石チーバーに着信です。カルコッツグランプリで第3回戦全ての試合が終了しました。こういう新たな発掘、レインボーキャニオン、七色に輝くたり、さまざまな属性の化石は。なるほどね。第4回戦に向け準備を進めましょう。はい、早速レインボーキャニオンレッツゴーだぜ。あ、本当にあの女の子関係なかったんだ。ごめんね、疑って。ちょっと待って、一回さ、セーブさせて、で一回ちょっとその巨大化石はやってみよう。でダメだったらさ、リセットして、クリーニングのあれ強化してからやってみようぜ。巨大化石は持ってるでしね。巨大化石は画面に入らないくらい大きい。そうなんだ。まあ、クリーニングマシンのコースと化石を動かせる。珍しいものだから気をつけてクリーニングしてほしいでし。頼まれてる化石を、あ、そうなんかやったんだな。リバイブ0、キープ0、ギブ1個、2ポイントでした。はいよ。自分でクリーニング。かぶってるやつをちょっとクリーニング任せてみたんですよ。はい、クリーニング。足りなかったらこの、なんだっけ、タイムプラスもあるからね。でかっ。
そういうことね。オッケー。なかなか一人でやるのはめんどくせえな。そっか、丸ごと入ってるのか。これ移動させたくてもさ、ちょっとあれよね、時間かかるね。でも一式丸々手に入るのは絶対いいよな。ランクもだって高いでしょ。そしたら4ぐらいになるんじゃねえかな。でそろそろここら辺から細かく削っていきたいところ。ハンマーで一気にガーンってやりたいけどね。そしてちょっとあれも来て、全然時間足りねえ。で30秒。ちょっと時間見とかないとやばいね。意外とさ、これのあれも増えちゃってんだよな。この辺はあんま関係ないから、あんまり関係のないところを掘りたくない。でもこれもガンガン使っていこう。こういう時ぐらいしかじゃないとあんまり使わなさそうだからね。細かいところ、ああ骨がさ、こうやって細いとかやっぱ耐久力ないんだね。脆い感じになるのかな。で時間も教えてくれるみたい、30秒と15秒で教えてくれるみたいですね。で確かここら辺か。これ結構きついね。一人だと結構厄介だわ。やっぱり早々にお金を貯めてあれを強化しないと。でもまだ120秒ぐらいのあれはあるからね。これ問題はさ、黒の大きい岩とか入っちゃった時にきっと X 線と、今これ X 線通してるから、これ多少さ余計なとこ掘らなくて済んでるけどさ、まだ上結構あんだな。とりあえずもう合格ラインは行ったから、あとはいかにあれをランクを高く掘ることができるかなんだけど、あとやっぱ意外と来ちゃってんな。もうあとはプラス使わなくていいかな。ね。80点ぐらいは取れてるかな。よし、とりあえず。OK。よし、84ポイント取れればまたなかなかいいんじゃないかな。ペロロン。ん？おい。これ全部84点で入るってことか？そうだね。2、84、84、84、84。あとは1個ずつの化石を少しずつやって、底上げするって感じかな。でも全種類、おぉ、かっこいい！牛っぽい。ペロロのリバイ成功したし、しかもランクいけし6だぜ。中距離型。しかも攻撃力 38% アップ。やばいね。ロンリーパワーか。こいつロンリーパワー持ってんだ。レッドスパック怒り状態 60% 回転させる。ペロロンコンボ。ロンリーパワー。最後の一体になるとパワーアップする。ですね。ああ、じゃあペロロン連れていこう、早速。かっこいい。オッケー。じゃあちょっと入れ替えましょう。炎2人になっちゃうのか。
そうしたら誰抜くかな。ガーゴイル抜くか。ちょっと中距離多いよな。能力アップもあるけどさ、彼だよ 38% も仲間 HP でも命中率下げちゃうんだね。HP も120で高いね。まあ、中型だから HP 高めかな。でも大型のトリキラはそんな高くないよね。とりあえずじゃあそのレインボーキャニオンとかいうところに行ってみよう。とりあえず化石を一式やればランク6までは上がるみたいですね。レインボーキャニオン、お腹すいた？変な音したぞ。あら、お姉さん、こんにちは。ワンコ。みそ、何見てるんだ？犬を連れたホリダーがいるんだ。あ、みそ、行ってみよっか。ナンパか、貴様ら。やるじゃねえか。いや、犬を連れたホリダーなんて珍しいね。お、よかった。てっきり、いや、なんでもありません。私はジェイニー。こちら、私と一緒にグランプリに参加しているワンコさんです。ワンコだった、本当に。あなたたちもホリダーの方ですね。俺はトッチだ。出たり、自分の名前を教えた。そうそう、私、とっても素敵なものを見つけてしまったんですよ。あ、何これ。これ、素敵なお皿。なんて丸くて大きくて優しく包み、お皿には見えねえんだけどな。お皿これ。ちょっと変わった人だな。そうそう、行きましょうか。では私たちはこれって。お皿に見えた、あれ。私たちも行くか。なんかトレジャーハンターみたいな感じな気がしますよね。ホリダーってよりは。おっと、ステファニーさんだっけ。あ、違かった、テリーだった。全然違かったよ。ステファニーってきっと女の名前だよね。レインボーキャニオン通過島の中でも目玉の発掘所。なんといってもゴンドラを使ってもダイナミックな発掘が最高ならさ。よし、俺がゴンドラの使い方をレクチャーしてやろう。え、ゴンドラの使い方といってもそんなに特別な操作するわけじゃない。十字ボタンまたは画面をタッチすることによってことで普段と同じように移動する。横から掘れってことこれ。普段の発掘と大きく違う点はレーダーの中心の矢印の向きが変わらない。置いたい場所が矢印の上に来るように。ああ、なるほどね。L ボタンを押せばレーダーをいつもより使えるし、 A ボタンを押せば発掘もできる。一番下まで降りた先にも発掘できる場所があるから。なるほど、降りよってことだね。 OK、 はいよ。さすがミサロとどっちのゴミが生えて、コントラグリグリ動かしてグレートな化石をたくさん見つけるんだぜ。なかなかテンション高いね。ああ、迷う。じゃあな、テリー、名前間違えてごめんよ。まあ、ゴンドラ使って下に降りてけって言われたから、押してみよう。大きなボタンで押すなと書かれている。押して。押すなっていうやつをさ、なんであんな大きく設置しちゃうんだろうね。ミサロさん、トチさん、またお会いしましたね。先ほどお見せしたお皿、私とても気に入ってしまいました。なんて丸くて大きくて優しく包み込むようなお皿なんでしょう。そのフレーズ気に入っていますね。黒服がいたけど、ドアが先に進めそうにない。まあ、ゴンドラマンで。下降りてみようぜ。これであれでしょ、あ、ダッシュで降りれるのか。適当にカチンで一番下まで降りてみました。あれ、ミサ何を見てるんだ。誰かいるみたいだけど。あ、素顔が見えるぞ。あ、まず、亀、ああ、どこ行ったリーグであれがないと。なるほど、さっきのお皿っていうのがこいつの仮面か。だから皿っぽく見えなかったのか。ゴツゴツしたもんね。これね、素顔見てるけど可愛いんだよね、普通に。ここに落としたはずリーグ。おい、見たか、見たろ、あの子。めちゃくちゃ可愛いじゃん。何か探してみて、助けてあげよう。ねえねえ、君何か困ってんなら助けるよ。逃げた。急におならしくなったな。あ、驚かせてごめん。俺たち怪しくないから、ほんとほんと。あ、見せろ。あ、俺はトッチでいいんだ。こっちのは見せろ。
初めてレインボーキャニオンに来たんだけど、そしたら君みたいな可愛い子に出会っちゃってさ、こうやってもしかして運命ってやったのかも。トッチナンパしてんじゃん、しゃっかり。お願い聞いてくれるリグ？もちろん。なんで気づかないんだろう。はい、髪型まるっきり同じなんだけどな。お願いするリグ、とっても大切なものを落としてしまったリグ、それを探してきてほしいリグ、お願いリグ。ゴビも変わるな、すぐに見つけてくるよ。で、どんなものやね、その大切なものって。丸くて大きくて優しく守ってくれるものリグ、見ればわかると思うリグ。もしかしてさっきのジェニーが持ってたあのお皿って。よし、俺たちが探してくるよ。行こうぜ、見つろ。よろしくお願いリグ。